はい、みなさん、こんにちは。村長です。久しぶりの解説動画の投稿です。今日はメロダインを使ったテンポの割り出しについて。お話をしたいと思います。村長ミュージックスタジオ。今回使うサンプルはピアノの先生に弾いていただいた伴奏です。テンポは。 百二十三 B. P. M. の N. H. K. のお母さんと一緒の歌です。一歩、二歩、三歩という、そういう歌なんですけれども。まあ、こんな感じです。はい。こんな、曲をですね。ワーブファイルで受け渡しをしましたら。一生説明からじゃなく、このように。 2小節目からスタートするんですができましたらちゃんとノーマライズなんかをしておくと便利だと思いますそして2小節目の頭に合わせを見てみるともちろんメトロノームを聞いて弾いていただきましたので大きくはテンポがずれているわけではありませんででも人間の弾くことですから どうしてもテンポが揺らぎます。皆さんはそういう時にどうしているでしょうか。いろんな方法があります。一つの方法としましては、どの DAW にもスライスとかいう名前で WAV ファイルを分析するような機能があります。このように、白の頭を自動的に取るような機能です。それをこのように、 テンポに合わせ修正していいくという方法も一つですしかし最近かなりたくさんの DAW にも標準搭載しているメロダインメロダインの無料のバージョンであっても分析こそはワウンの分析はできないんですけれどもテンポの割り出しだけはできるようになっていますので皆さんも同じようにやってみてください。そしてメロダインを かけます。はいえー、ちょっと今モノフォニックになってしまいましたのでピアノの音ですので「ポリフォニックサスティーン」というのでもう一度再分析します。約秒秒から10秒 CPU の速度にもよりますけれどもそれぐらいで1曲分ぐらいでしたら分析すると思いますはいこのようにピアノのフレーズが分析されましたそこでここからですねテンポを割り出していきますテンポの割り出し方は 左上の方の画面でファイルテンポをアサインというのを選びますと自動的にこのようにテンポトラックというのが出てきますもし出ていない時はこのテンポエディターを表示非表示これで出現させることができますそしてテンポを検出するのにはこのように すべてを選択ということですす。べての音を抽出しますそして編集メニューからテンポのところで選択範囲のテンポを検出というのを選びます。そうするとこのように今微妙で分かりにくいと思いますが。 テンポがこのように由来で検出されました。それと同時に、画面の左にマップという風に表示されるようになりました。こうなると、僕の場合はスタジオワンですけれども、テンポトラックを表示させます。そしてその後、このピアノのトラックを上に引きずり上げます。 はい、そうしましたらこのようにテンポが由来でちゃんと自動的に検出されます例えばここにドラムをサンプルで入れていますえ2つをソロにしたいと思いますこうすればこのように速さがここの場合でしたら121 122、えー、高いところでしたら125このように速さがランダムに検出されていますそしたら簡単なドラムを打ち込んであるわけですけれども速さがこの BPM で演奏されますのでバッチリ合うということになります こんな感じにテンポマップが自動で作られます。メロダインを音程の修正に使っている方は多いと思いますけれどもメロダインのこの便利なテンポの自動分析機能、これはクリックに関係なく演奏した音楽に対して MIDI の演奏を付け加えるような場合にはとっても有効ですので。 皆さんもぜひやってみてください村長でした